3550番愛知支部都築正治です。験担ぎ的なことは何もしていません。好きな食べ物はカレーかな。体調管理で気をつけていることは、しっかり睡眠をとることです。最近のレースは少し成績は悪いですけれども、そんなに調子が悪いっていう感じではないと思います。今節は優勝を狙って走りますので、応援よろしくお願いします。3611徳島支部岩崎よしみです。好きな食べ物はラーメンと焼肉とウニと、あとポテトチップスとお菓子と、あとつまみといっぱいあります。体調管理はこうやって食べ過ぎるのですぐ太ってしまうので、太らないようにすることと、あと風邪ひかないようにしてます。最近のレースはいいと思います。だから今節も精一杯頑張ります。応援してください。3946愛知支部の赤井芳生です。勝負の時の験担ぎはまあいろいろあります。はい、たくさん宿舎とか、まあ、ルーティーンですかね。はい、好きな食べ物は意外と果物とかが大好きです。はい、体調管理は、まあ、とにかく空手やったりいつも通り動かしてトレーニングしっかりすることですかね。まあ、最近のレースの調子は、まあ、正直ダービー勝率を落としてて、まあ、そこをしっかりあと2ヶ月上げたいんで、まあ、とにかく勝率を上げる気持ちは強いんで、まあ、今節の意気込みにもつながりますけど、もうしっかり本当にちょっとでも点数上げるために完全優勝を狙っていくぐらいのつもりでいきたいと思います。お願いします。登録4017向井美鈴です。あ、山口支部です。好きな食べ物は果物全般とたこ焼きです。季節代わりには、風邪をひかないように自分で気にしながら体調管理に努めています。最近は良かったり悪かったりなんですけど、いい方だと思います。地元なんで優勝目指して頑張りたいと思います。応援お願いします。はい、4043三重支部桐本康臣です。好きな食べ物は納豆です。最近のレースの調子は、まあ、エンジンなりですけど悪くはないと思います。徳山優勝したことないんで優勝できるよう頑張ります。お願いします。4190静岡支部長島真希です。験担ぎはレースの前に手と手を合わせてお祈りみたいにすることです。で、好きな食べ物は鶏の唐揚げです。体調管理で気をつけていることは、まあ、疲れをためないようにして、まあ、整体は必ずレース終わったら行くようにしています。最近のレースはもう直近の SG オールスターですごくレースを楽しめて、自分の中でいろんな意識や感覚が変わったので今節も楽しみにしています。今節は、まあ、自分のできることにチャレンジして、まあ、今を楽しんでレースも楽しみます。応援よろしくお願いします。